はいどうも、おしょうです。今日はですね、ちょっと長めになると思うんですけど、えっ、ー、と、僕がこのインプロバイザーとして生きていこうと思ったきっかけきっかけというか、まあ理由についてお話し,しようと思います。えっ、ー、と、まあ僕のそもそものルーツの話を。 しますと、僕高校の時演劇を始めてで大学に入って英語ミュージカルとか始めてで19歳でインプロ即興演劇に出会ってるわけですねで僕の師匠は今井潤っていう人で、まあ、本書いてる人有名な人なん、まあ日本でも有名世界でも有名な人なんですけど、まあ、その人にインプロを2年ぐらい習ってそれと同時に、えー、と自分で劇団、まあ、劇団師結びっていうね、えー、と学生の劇団を持ってたんですよでこれが、えー、と日本で初めてインプロを 日本で初めて学生でのインプロチームとして日本初っていう、まあ、学生でインプロやってる人はね他にもいたんだけども、えー、とチームとしてえっ、ー、となんつうのこう劇団ですみたいな感じで、えー、と外に対して打ち出していったっていうところは、まあ、僕の、えー、と今のところの、えー、と調べたところではない。 でまあ当時もなかったので、えー、とまあ日本初だっていうふうに歌って、えー、とやり始めたんですね。で、えー、とそれが19歳、20歳か、20歳ぐらいの時で、うん、でそこからまあ僕大学1年留年してるので、えーとまあ、22歳ぐらいのタイミング、まあ、皆,さん皆さんというかまあ普通の大学生は卒業するタイミングですけど、僕はまだ大学3年生だったので、 そのタイミングで、えー、っと、進路どうしていこうみたいなことを考えたんですよね。で、えー、っと、まあ僕もともと、えー、っと、塾講師に、数学の先生、あの、ヨゼミで働きたかったんで、えー、っと、まあそういうところに、えー、っと、行きたいな、まあ数学の先生とかやりたいなっていうふうに、まあ思ってたんですよね。で、まあ、まあでも自分が今やってるそのインプロとか演劇がすごい好きだと。じゃじゃあ、えー、っと、 食ってけるだろうかって話になった時に、うんと、まあ結構、まあ、僕理系、まあ数学科でもあるし、まあ理系なので結構現実的に考えたんですよ。どれぐらい、えー、と可能性があるだろうかっていうふうに考えた時に、まあ僕のその当時の見立てだと、うんまあ15から20%ぐらい、まあ20%、うん、多くて30%ぐらいの確率で、 えっと食っていけるだろうっていう風になんかこれはもう完全に独自の試算なんですけども出したんですよ、えーっとまあ、その理由はいくつかあるんですけどもまず、えー、っとインプロの業界っっていうところが結構一個を見そうだったんですよね、えーっとまあ、当時のインプロまあ結構今はねなんかいろんな人がこうインプロをこう広めてやり始めてこうなんか知名度も上がってきてっていう風になってる感じなんですけども えっとまあ当時はそんなでもなかったんですよね。まあやってる人はやっててなんか細々みたいな感じだったんですけども、えー、っとまあそこから10年後ね、まあ結局今こうバリバリにこうなんつうぞ僕の周りでこうインプロ広めてる人たちっていうのは同じ時期ぐらいにインプロ始めた人なんですよね。で僕らは僕はその当時のその子たちとかえー、っとまあ。 今こういうふうにこうバリバリにやるような人たちと知り合いだったしそういう人たちと一緒にやってる感じでまあ要はえっと第一線の若者たちのことをめ見てたんですよねでこの人たちが今後そのインプロを引っ張っていく存在だろうみたいな人たちを見た時にあ将来性があるって思ったんですよね、えっとまあ、要はみんなやる気だしみんなこう,こうインプロってこと広めていこうっていうのは熱心にやるだろうって思ったんで少なからず今よりは需要が増えてる はずだ今より業界としてはでかくなってるはずだっていうふうに、まあ、そこで思ったんですね、まあ、将来性があるなっていうふうに感じたっていうのが一つと,、えー、とあとは、えー、と他にやってる人がいなかったんですよね、えー、他にやってる人が、まあ、特にその僕は当時学生だし学生で日本初のインプロのチームっていうのを持ってたっていう、まあ、その肩書きと事実も結構僕の中では大きくて、えーとまあ、10年やってたとってなった時に今後出てくる人っていうのは必ず僕の後輩になるんですよね。 ってなったときに、えっ、ー、と、僕を超えていく人は、そうそう出てこうんやろうっていう。まあ、経歴の面ではまだ、経歴の面ではもう間違いなく出てこないし、えっ、ー、と、僕は今後もなんか第一線でやり続けるし、えっ、ー、と、海外でも学びたいし、まあ、熱持って学ぶと。で、やり続けるだろうってなったときに、僕ぐらいやる人、今後出てくるかなって思ったときに、多分、抜かれないだろうなっていう。 感じもしたんです、ねまあ、要はその僕の,その10年後のポストは安泰であろうみたいなえことを思ってですね、えー、まあこの2つかな、うん、でこれがもしかして演劇の業界、まあ、単に普通に演劇をやっててっていう状態だったら多分行ってなかったと思うんですよねなぜかっていうと,、えーっとまあ、演劇っていうまあ業界自体も広いし僕の代わりはたくさんいるし僕より上手い人もたくさんいると、まあ、そういう まあ言ったら、うん、とレッドオーシャンしかもそのなんだお金回りもそんなによろしくないっていう中で、まあまあ、生きていきたかったんでその食っていきたかったっていうのがまあ第一目標としてあったからその目標からしてみると演劇っていうなんかすごく広い世界で考えるのはちょっとよろしくないからもっと狭く考えてインプロっていう世界の中で、まあ、僕はたまたまそこにもいたし。 で将来性もあるしここに投じるんだったら可能性はあるだろうと思って、えー、投じましたでその結果が今ですえー、っと当時の僕は正しかったなって思いますだし、えー、っとインプロっていうのはまあこれからも、えー、っとどんどん成長していく分野だと思います特に最近はね、えー、っと企業さんとのコラボというか、まあ、研修みたいなのも増えてきてまあ心理的安全性っていうねワードが流行って。 いるんですけども今その巷ではちまたといビジネスの業界では流行ってて、えーっとまあ、10年ぐらい前にアドラー心理学が流行ってっていう流れがあったと思うんですけども、まあ、アドラー心理学もすごくインプロと近いで心理的安全性もすごくインプロと近い徐々になんかこうなんてつうんだろうな思考が世の中の思考が追いついてきてるみたいな,なんかそんな印象があるんですよねだからいずれそのインプロっていうものが再注目されて。 もしかしたら別の形で、その別のワードでね、えっ、ー、と世の中に伝わるかもしれないけども、まあ、今後そのニーズは高まっていくだろうなっていうふうに今のところ思ってます。はい。えー、なので、えっ、ー、と、まあ何の話だったかっていうと、まあ、僕がインプロのね、世界を目指すっていうか、まあ、インプロの世界で生きていこうと思ったきっかけは、かなり現実的に考えた結果だっちゅうことです。はい。はい。っていうことでした。はい。以上です。